リアムーン帝国物語、星4。三重と俗物的な快楽に溺れる愚かな人族のメスの王女が20歳で断頭台で首チョンパした後27歳からやり直しのシナリオ。二度目の人生では自分が首チョンパされるまでに綴った呪いの日記があり、その日記によって夢ではなく現実だということを知る。そこから過去に自分を断頭台に送った人物に徹底的に媚びたり保身に走るというギャグ漫画。王道を行くな老系悪役令嬢部門の場合は、自分を顧みた悪役令嬢があんこを入れ替えて偶然になって強くてニューゲームをするというテンプレが始まるのだが、この漫画の主人公は徹底して自分を顧みない部分がベネ。二度目は徹底的に俗物だし将来の権力者には徹底して媚びる。しかしその小市民っぷりをなぜか周りは帝国が生んだ偶然だとか、見せ先を呼ぶ気象ともてはやすことで全員が勘違いしてこの俗物をもてはやすというシナリオだが、その描き方が凄すぎてあんこがバイブレーションする。この漫画は王道をゆっくりを立て直すことが目的のシナリオではなく、いかに自分が将来首チョンパされないようにするかという部分の俗物的な主人公のシナリオと、最終目標がディモールとベネであり、前世で自分のことを説教されたインテリクソメガネに言われたマウンティングに腹を立てた主人公が一言一句恨みを日記に刻みつけており、その恨みを深い目で本人にマウンティング返し、目的で言ったら自分の忠実な家臣になるとか、そんな感じのクソ激烈に面白い漫画。とりわけセリフを使ったツッコミの使い方がお上手で、この秘宝は目からあんこのアイデア。絵柄が群抜に綺麗だし、シナリオが群抜に面白く、一度目でクズの自分に優しくしてくれたドジっ子のメイドを助けたことで、そのメイドが主人公の滅亡フラグをボッと折るというバタフライ効果の演出だとかがお上手すぎて、目からあんこがドバドバ流れました。悪役令嬢もので、この漫画よりも面白い漫画はほとんど存在しないくらい品質の高い作品なので、とてもおすすめ。